細井学は日本の俳優、東京都北区出身、トーチリンク所属、東京都立北園高等学校、日本大学小学部卒業。父親が小畜で母親が映画館で働いていたことから幼少期から映画に慣れ親しみ、学生時代から俳優に興味を抱いていた。大学時代に演劇研究会に所属し役者活動を開始する。 大学卒業後は会社勤めをしていたものの、3年ほどでまた演劇の世界に戻り、集計、パトラ、ガランチョブラザーズなどといった衝撃団に所属。1996年からは演劇ユニットパーマ企画を主催し、脚本家の角はじめや演出家の浦山忠則のコメディベースの舞台を中心にプロデュースしつつ自らも出演し、 2005年までに本公演を15回行った。2006年頃からは舞台劇から映像作品に転向し、自主映画を中心に映画作品に出演する。2017年に参加した演舞ゼミナールのシネマプロジェクト第7弾で制作された映画カメラを止めるな。2メインキャストの一人として出演し、翌年同映画が低予算の作品ながら異例なヒットを。 記録し話題を呼んだ。そのヒットから、高校生のための映画ワールドカップ2018の特別演技賞の審査員に就任。これまでフリーランスで活動を続けていたが、2019年より株式会社統治リンクに所属。2020年には俳優生活40年にして、早くでありながらも NHK 大河ドラマへの初出演を果たした。尊敬している俳優は、 厚み清繊細かつ迫力のある演技とコミカルな部分を持ち味としており、自身がコメディ好きであることから笑いの取れる役者を目指している。映画監督の上田慎一郎からは、舞台経験が長かったことから対応力のある安定した演技ができ、現場に安心感を与えてくれる役者だと評される。あまりテレビドラマを見たことがなく、 幼少期から映画に慣れ親しんでいたことから、自分の活動の場はこれからも映画だろうと語っている。また、映画、カメラを止めるな、のヒットを受け、この映画のおかげで一歩踏み出せたと語っている。ひょうきんな性格の持ち主で、撮影現場を和ませてくれる存在だと共演者や、監督から言われている。趣味は、スカッシュとひなびた、温泉巡り。60歳を過ぎながらも、 スカッシュで鍛えられたたくましい体格を持つ、劇場未公開作短編映画、映像作品中心に転向後の出演作。ありがとうございます。